カトーク。はい、じゃあ自己紹介から。はい、コーチの石田です。よろしくお願いします。おっす。はい、コーチの山内です。お願いします。お願いします。コーチの深谷です。火曜日の朝と土曜の朝しかいません。レアキャラ。レアキャラ。初登場深谷コーチでございます。はい、というわけで今日はガットについて、はい、この3人でちょっと話していこうかなと、ゆるい感じでね、話していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということで、なんか僕が勝手に回してるみたいな感じになってるんですけども今ずらっとノアに置いてあるガットを並べてみたんですけども、山下さん、ちょっと簡単にガットの特徴をなんか教えていただけたらなと思うんですけど。特徴、はい、はい、まずは大きな部類としては3つのタイプになっていて、深いコーチの前にあるのが、ポリエステルガットっていう、硬い素材で作られていて、主にもう切断に対する耐久性も切れにくいっていうのが売りになっているストリングになりますね。やっぱり硬いからこそしっかりスイングスピードある人からすると結構回転もかかりやすいっていうのが特徴になっています。もう今各メーカーさんいろんな種類も出してるんでね。で、真ん中石田コーチの前にあるのが、ナイロンストリークということで、一応ナイロンでも、主にざっくり2種類あって、こっちの点より手前の方が、モノフィラメントのタイプに近いものですね。太い糸に、ちっちゃい糸が巻きついているっていうので、結構こっちは弾きがいい感覚のものが多いストリングになってます。で、こっち側の方が、マルチフィラメントのものになります。これはもう本当にちっちゃい糸が集まってもう一本のストリングになっているというもので、こちらの方が主に結構柔らかい感触、打感とかが出やすいような、ストリングになっています。で、僕の前にあるのが、ナチュラルガット、もうガットってどういう語源かご存知ですか？ガットですか？はい、神から来てるんですか？ガットみたいな。わかんないです。ガットって腸のことなんですよね。おお、腸ですか。腸。ね、だからその牛の腸とかから作られてるもので、やっぱり値段は張るんですけど、もうその分やっぱり打った感触すごい球持ちよくて、で、ボールの飛ばしもいいっていうもので、もう本当にプロの選手からも愛用されてるっていうようなストリングに、ガットになってます。なんで主にしっかり言うと、こっちはストリングで、ここはガット。全部をガットっていうのは、厳密に言うとなんかちょっと違ったりもするんですよね。細かい話ですけどっていう形で、主にこの3種類になってます。じゃあちなみに、じゃあ石田コーチ今お使いのストリングガットは何でしょうか？僕のストリング、はい、僕がストリングです。はい、僕が使ってるのはポリエステルのストリングになります。はい、こちらちょっとパッケージが古いんですけども、プリンスのツアースピードの17、はい、ゲージが 1.24 ですねを貼ってます。今タンバリ廃盤なんですけども、ロールであればまだありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。なんでこれ貼ってるかっていうところなんですけど、ラケットプリンスに変えて、このファントム使ってる選手でこのガットを貼ってる人がいたんで、試しに貼ってみたら、硬いガットではあるんですけど、弾きだったり、あとボールのパワー、あとはスピンもある程度かかってくれるし、比較的こうオールラウンダーなガットなのかなっていうのをすごく感じたので、はい、今はこれを最近ずっと愛用してます。はい、以上です。ちなみにテンションは？テンション51ポンド。51ポンド。もともと緩くて44から40ぐらいの間で張ってたんですけど、こうなんとなく51ポンドっていう数字にしてみたら意外とこう感覚が良かったので、はい、最近はなんか柔らかめというよりはもうどの季節でも51ポンドで張るようにしてます。はい、こんな感じですね。奇跡の出会いの50ポンドね。奇跡の出会いなんですね。はい、はい、ありがとうございますね。深谷コーチどうですか？
山内コーチと一緒なんですけど、今はヨネックスのポリツアーレブで、さらに色はオレンジにこだわってます。こだわってる。なんでこれを貼ってるかって、実はガットはもうテニス始めて何十年も経ちますけど、いまだに定まってなくて、最近はこれで、なんでこれになったかって、僕は左利きなんですけど、あのスナップバックスナップガットがこうちょっと動くことでサーブで横の回転をかけたいっていう意識があって、このガットが一番こう僕の左利きのサーブの特徴を生かしてくれてるかなっていうのと、打感がまあ、あの何が大好きか正直よく分かんないんですけど、比較的好き、まあ、ちょっと固めなのかな、硬いっていう僕の感覚の中では、うん、僕の感覚です。ちなみにテンションはどのぐらいで、50のこれは4、縦と横変えてて、でちゃんと2本張りにして縦50、横46、お4本のちょっとで、そうあの同じテンションにするとなんか鉄板みたいなのがちょっと嫌いで、あ少しそのやっぱり柔らかいの好きで、打感は硬くてもちょっとパンっていうのはあんま好きじゃなくて、なるほどです。はい、ありがとうございますね。はい、僕も今深いコーチからありましたけど、ポリツアーレブの僕はゲージが125っていうゲージで貼ってますね。僕もまあちょっと前からこのポリツアーレブを使わせていただいて、で、もう結構だいぶなくなりましたね。もうで、あの前までは結構このガットの凹凸がついたあのラフ加工っていう加工がされているポリエステルのストリングが、ね、あそう、フォージラフとか、これなんかも、ね、ラフ加工の、そうそうそうですね。で、なんかそのちょっと引っかかってくれる感触と、結構ラフ加工あると柔らかいっていう感触が、まあ、僕からしたら結構強くて、で、それを主に貼ってて、で、まあ、ちょっと今回別のやつ試してみようと思って、で、あの、なんか個人的になんか五角形とか角張りすぎてる。ストリングはなんかちょっとなんかあんまうまく飛ばないなっていうのが僕からはあって、でこれは八角形でそんなにもう角張ってないような、かかってないような形なんで、これじゃあ一回使ってみようと思ったら結構バランスよく打てるかなって思うと、なんとなくちょっと引っかかりもあるなっていうので、でそんなに結構なんか球持ちが強すぎない感じでちょっと程よくも飛んでくれるんで、これにしたなっていう感じ で、これ結構色も豊富で、まあ、このオレンジのカラーもあればパープルとホワイトとミントグリーンかな、確か4種類ぐらいあるんで、そうですね、なんかもう聞くとなんかオレンジが一番なんかそのさっきね深谷コーチみたいな、なんか加工のシリコン加工とかスナップバックが一番強いみたいな話を、まあ、実際どうなのか分かんないですけど、僕も分かってきて、それは聞いてて、オレンジ色が一番その効果が現れる。そうですね。なんか聞いたんで、まあ、やっぱ他にもいろんな、ね、ストリングで同じストリングだけど違うカラーとかあっても結構カラーによって打った感触違うとかってね、ありますね。いますからね。だから僕もそれで一回パープル使って、はい、でもなんかオレンジの方がいいかなと思って今はオレンジで貼ってます。僕はテンションが縦が47、横が45で貼ってますね。なんかまあ横気持ち僕もちょっと柔らかく少ししたいなっていうので、横は少し落として、まあ横の落とす役割としてはね、そのねちょっと打感柔らかくしたりっていうのもあれば、少しラケットの変形を抑えるっていう面もね、いろいろありますから、僕もそういう形で貼ってます。そうですね、落としてないんですよね、しかも1本張りで、あはい、以前は落としてたんですけど、はいはいはい、このラケットに変えてからなぜか一本張り、はい、本当にこだわる本当になんとなくなんですよね。ただこれに2本張りも試したんですけど、なんか一本張りの方が感触が良くて、自分で貼ってるんですけど普段、はい、以前はこう2落としたり3落としたりいろいろ試してみたんですけども、まあ、若干こう落とすことによってなんか柔らかさ、マイルドさ出るんですけど、持ちすぎちゃうのもなんかあんまりだなっていうのがあったんで、結構こう初
柔らかさもあるんですけど、ちゃんと弾きっていうのもこう大事にしたいなっていうのがあって、一本張りにしたらそれが良くなりました、はい、っていう出会いです。出会っちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、今おすすめの、ね、ストーイング今来ましたけど、皆さんどのぐらいの頻度で実際張り替えてます？張り替えですか？張り替え、そう、張り替えてる頻度。僕は意外と切れる前に張り替えちゃうことが多いんですけど、まあ、2週間から1ヶ月の間で張り替えるようにはしてますね。やっぱりこうずっと張りっぱなしだとどうしてもこう感触が悪くなったり、ボールの飛びが悪くなったりするので、そこからこうちょっと調子変にこう手を使ってとか、打ち方を崩してボールを飛ばそうとしてしまうんで、それでやっぱり調子崩した原因にもつながってしまうので、やっぱこうなんかちょっとあれおかしいなと思ったら、もう切れてないですけど張り替えちゃうようにはしてますね。うん、はい、はい、ご自身いかがですか？僕もこのレブに関しては切れたことがなくて、切れない切ることができないプレーで、もちろんなんだろう、マルチフィラメント使ってる時は切れることももちろんあるんですけど、だから長くても1ヶ月やっぱり、やっぱそうですね、ガットをラケットを、ラケットはね何年か使いますけど、グリップテープもそのオーバーグリップはもう汚くなったら大事に買いますけど、元も変える、だからこのもう全てが感触につながっちゃうので、でガットはでも長くて1ヶ月ですね。でやっぱ試合前は、試合直前の僕の場合は1回練習ができるぐらいのところに借り替えて1回使って試合っていう定義にしてますね。ちょっといきなり試合がちょっと怖くて、まあ、そういうこと言いますもんね。僕もそのタイプですね。ちょっとやっぱ1回使っときたい、1回使っときたい。でもグリップテープは心配します、試合が。うわ、そうです。僕グリップもちょっと同じぐらいですよ。1回使って新品でもできるんですけど、ちょっと握っときたい感はありますね。テープはね、必ず試合前新品。はい、1ヶ月ですね、はい、長くても。ありがとうございます。僕は多分張り替えは、まあ、僕も多分大体2週間に1回は張ってるかなぐらい、ね、確かに。山さんよく張ってるイメージあります。そうですね、だからそのぐらいの頻度で多分試合にあるっていうのも、あれ正直試合あんまりないなっていう時期も長く張ってて多分3週間かなっていうので、多分僕も多分試合前日には確実に張り替えます。もうまあでもね、お互い試合出てますけど、やっぱあるとやっぱそこがね標準になって、そこが基準で、そうですね、どうするかだから。はい。いや本当にその通りで、やっぱりこう、であとまあ前日か、まあちょっと時間なかったら前日に張ってぐらいな。僕逆にもう張ったもので迎えちゃうぐらい。僕新品のあります。時もあります全然。まあ、ちょっとしょうがないなって時は、次の日朝早くてもう時間ないって時は全然自信張ったりとかはしますけど、でもやっぱ、まあ、そのタイミングで僕もグリップはもう基本もう使う直前に変えたりとかっていう感覚でありますね。僕も2週間に1回は絶対張り替えるし、もう1週間だけだとしても絶対、もう試合あったら絶対そこで1回張り替えます、っていう形ですね。ね、あとよく張り替えで3ヶ月に1回とかって言いますけど、はい、あれって何でか知ってます？あれは24時間ですね。おお、さすが。はい、なんかね、あれって週1回、まあ、週末とかによく皆さんテニスするっていう方に向けて言ってるらしいから、はい、そうだから週1回、まあ、約2時間テニスしました。じゃあそれが1ヶ月で8時間使いました。じゃあそれを3ヶ月で24時間になりましたっていうんで、まあ、使用した時間が24時間になったら、まあ消費切れっていうのはよく ね、いう話なんで、だから結局我々だったら多分テニスする頻度って、そうですね、まあ週1回じゃないんで、週4から5はねするし、ね、多いと週1週間ずっとテニスしてるみたいな週もなくはないレッスン除いてもね、できればね、3回ぐらいは自分のテニスは絶対確認したいですね。絶対しますね。まあ、1時間ものなのか2時間ものなのか、それいろいろあるけど、うん、はい、
でそこにレッスンが入ってくると、一体したら2、3日1回張り替えないといけない。そういうふうに言っちゃうとね、もう正直そんな感じになりますけど、はいね、だからやっぱりさ、まあ、やっぱ放置してたら結局なんか時折いるじゃないですか、そのなんかだんだん慣れてきたっていう方、 あれも結局緩んでるから、こう打った感触が確かにボール掴んで柔らかいんですよね。そうだけど、じゃあそれを結局復元する、戻すっていう力が結局なくなった上だから、実際ボール比べると全然違うってなりますからね。結局打った後のボールも結構バウンドしてから死んでるとかっていう風になっちゃいますし、まあ、イメージ輪ゴムと同じですね。ずっと長く使った輪ゴムってもう戻らないという状態になっちゃう。最後切れちゃいますからね。うん、そうですね。だからやっぱりもう張り替えもちゃんとやんないと、ね、そのだからさっき医者コーチも言ってましたけど、やっぱりこう打つ時に無理したりとかってなって、そこが一番怪我の原因とかにもね繋がっちゃいますからね。脱線しますけど、僕なんかグロメットも1年に1回はやっぱ強い頻度で貼ってるから買って、まあグロメットが切れてくっていうのもあるんですけどね。あ、ちょうど変えたっすよね、グロメット。さっき新しい、ちょうど話してた。ちょうど、うん、一番いい状態、ね、一番いい状態。まあグリップがどうかはあるけど、はい、まあ、グロメットをちょうど今交換して、まあ、ガットが変わって、そうですね、もう完璧な、でグリップが、まあ、元グリもオーバーもうまく、それがやったら一番いい状態だった。完成形ですね。グロメットってここの、ね、ストリーム通す部分のパーツだったり、外の、ね、バンパーの部分だったりのパーツですけど、やっぱりもう一番直に触ってるのってフレームの前にグロメットですから ね、やっぱり時折お客様のもの貼ってても結び目のところも崩壊してるとか、なんかもうここの一番下の部分なんかもうすごいパカパカ浮いてるよって方もいますもんね。まあ、完全に消耗品ですからね、ラットとグロメットとグリップテープと、うん、やっぱそのグロメットが変だとなんか角切れしたりとかもね、フレーム自体にね結局損傷を起こしちゃうってなりますからね。まあグロメットはね、そんなまあ頻繁に張り替え、ね、変えるものではないけど、まあ年1回1回年1ぐらいなのかな。まあ、でも、頻度は。まあ、でも、ラケット、まあ、まあ、でも、傷ついたら変えた方がいいしね。そうですね。そうですね。まあ、多分、でも、正直、ここの辺で、なんか、もう、グロメット売ってるっていう方は、多分、それは変えた方がいいですね。てか、まあ、そういうラケット下手したら、もう、グロメットが売ってない可能性もね。ラケット自体よって話になっちゃう。そう、ラケットはもう、そうですね。2年、3年でも変えた方が。ラケットも結局、ずっとストリング張って、ぐーって締め付けられ続けてる状態ですからね。まあ、金属疲労じゃないけど、疲労は絶対ありますね。消耗品ですから、そんなに、まあ、2、3ヶ月に1回張り替えるほどじゃないですけど。でもまあ、プロの選手も基本的になんか6ヶ月ぐらいで、ローテーションですからね。あと、なんか好き嫌いもやっぱ個体差があるから、これがいいっていうのが出てきて使い続ける人もいるみたいだし、だいたいプロでも6本で6ヶ月みたいな。あ、もっとトップの選手だったらもっともらえるかもしれないけど、確かに飛びとか違いますもんね。かなり下手ってきますもんね。やっぱ同じモデルのラケット新しく買い替えて新しいモデルにしたっていうだけでも全然違ったり、まあ、トップ選手の場合はね、そこのほんのちょっとの伸びの差が勝敗の差につながってしまう場合が多いから、まだそこまでせずとも、でも気にはしとか着ときたいっていう。あ、でもデルポトロ選手なんか、全米で準優勝した時のラケットを1回は変えたっすけど、ギリギリまで使い続けましたよね。お、最終的に2本しかなくて試合中に張り替え出してみたいな。原担ぎじゃなくてフィールもうその原担ぎもあると思うんですけど、そのラケットじゃなきゃダメだってなって、もう2本でツアー回ってて、だってボロッボロですよ。台湾の選手の女子の選手なんか逆に全くガットもラケットも疎くて全然変えない。あのスーウェイだっけ、スーウェイはでもテニスがすごいトリッキーで、この間ダブル優勝しましたよね。優勝しました、優勝しました。女子ダブルどこだっけ、オーストラリアだ、オーストラリア優勝してるし、あれだって聞いたら半年ガット変えてない時あるとか言ってたえーとか、あれコリッツアプロ貼ってますから、ね、コリッツアプロ黄色、そういう選手もいる、はい、しかもラケットがヨネックスのデュエル G ですからね、かなり昔のパーセプトの
前が VK プロで、VK プロ2台続いて、その1個前ですからね。かなり前です。いつですか？なんかでも、あんだけトップ選手なのに契約をできるだけ作らないようにしてるのは、縛られるのが嫌だっていう。だからこだわりですね。まあ、そう、結局こだわりと好き嫌いと。まあでもな。でもな、でも。でもですよ。やっぱり消耗品だからな、まあ、いい状態の。まあそこまでいくと、もうなんか、まあ、そこで活躍してる選手ってことはもうちょっと違いますよね、正直もう、うん、なんかがね。でもあの世界は多分ほんのちょっとのボールの伸びで本当に障害になっちゃうから、うん、ね、よくちゃんとやってた方が実はもっと勝てるんじゃないってちゃんと変えた方がだって絶対ね、性能が落ちていくわけだから、うん、ラケットだってガットロ、ね、もっとちゃんとね、まあ、なかなか真似はできないですね。できない、できない、できない、できない。絶対性能落ちてるよね。でもそれでもあのリターンとかありますからね。それでもできちゃう、はい、100キロさ普通パーンリターンするぐらいの技術ありますからねだから変えた方がもっと上に、まあ、上に優勝してるから一番上ですけどダブルスはただもうそれプロの世界ですからもうトップの世界ね、トップの世界ちょっとまだ分かんない部分あるからね。僕らのね、一般アマチュアの世界はもう全然道具に頼っていいんで、違いないです。できればあといいものを使っていただきたいっていう気持ちはありますね。いい頻度でちゃんとね、物もそうだし頻度もね、ちゃんとね、なんかちょっとおかしいなと思ったらガッと変えるってみるだけでも全然変わるので、まあ道具のせいにするっていうのもね、はい、できちゃう、ね、できちゃう、うん、僕らはだからやっぱりだからこそ我々多分試合前は張り替えたいっていうのはねありますもんね。言い訳ができなくなる、ね、自分の使う道具が一応いい状態になってるから、うん、いい状態のスペックにしてあるから試合入って何かおかしかったらそれは自分のこっちの問題でしょっていう。確かに間違いないです。で、あの、まあ、おすすめのもの、まあ、あの人に勧めるとしたらどれかっていうのをちょっと言っていきましょうか。はい、じゃあ石田コーチから。僕はやっぱりナイロンもね、いいガットあるんですけど、やっぱりポリエステルのガット好きで、こちらロネックスのポリツアプロ、はい、これ今持ってるのブルーなんですけども、色の方がブルー、フラッシュイエロー、グラファイト、グラファイト黒ですと、あと今持ってるブルーがあります。はい、で、あのこちらのポリエステルの中でも、あの比較的柔らかい部類にはなるので、あのナイロンちょっと切れちゃうなポリにしようかなって悩んでる方は比較的おすすめになるのかなと思います。はい、なんでまあ柔らかいっていうのがあるので、まあ、他のポリに比べて体への負担っていうのは軽減されますし、まあ、あと一番これのこのガットの売りは、あのどのラケットにも合わせやすいという、まあ、何かにこう特化してるわけじゃないんですけど、まあ、ある適度な柔らかさ、そして適度な飛び、まあ、スピンもあのそれなりにかかりますし、なんかこう癖のないのがいいっていうのがすごく特徴かなと思いますので、僕もあのヨネックスのラケットをすごい長く使ってたんですけど、その時は結構このポリツアープロを、まあ、気分によって色を変えてあの貼ってたので、はい、ぜひ皆さんにお勧めしたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。最後にいかがですか。僕が勧めるとしたら、ちょっと待って、はい、チャンパーで言い方が変わったの。トニックと VS タッチ、タッチ、まずトニックですね。トニック、はい、ちょっとだけ同じあのナチュラルですけどコストがこっちは抑えられるので、まあ、ゲージの太さは2種類、まあ、何種類か、3種類ぐらいかな、 1.25、1.3 であると思うので好みでいいと思うんですけど、の縦横トニック作業したいいんじゃないと思ったら次張り替える時はこっち VS、うん、VS の方がちょっと値段はね上がりますよね、うん、だけどあえてこのハイブリッドが流行っているこの時期にナチュラル、ナチュラル、トニック、トニック、で、ああ言った通り、ああそういうことかっていうのが分かればこっちのが
まあ、同じ系統ですけど、さらにちょっといいと思うので、はい。まあ、トニックのがまだね、ナチュラルの、いろんなメーカーさんもナチュラル出したんですけど、トニックだったらまだ結構手を出しやすい価格帯にはね、なりますからね。50歳以上の方は特にお勧めします。あの肘、はい、肘にも、まあいいと思います。まあ、結局オフセンターになってたらそれはダメなんですけど、でも同じオフセンターが仮に続いてたとしても、多分やっぱ軽減はしてくれるので、まあ、打感がいいから、いい方に向かっていくと思いますよ。タイミングがあった時の打感がいいから、まあ、ボールも絶対に良くなりますもんね、はい、ありがとうございます、ね、まあ僕も、まあ、理想はやっぱりナチュラルがいいなって思いますけど、やっぱり僕自分も高校生の時から使ってるこちらですね、あのテクニファイバーの X1 バイクです。まあ、これはマルチフィラメントのナイロンのストリングになりますけど、まあ、ナイロンのもので、あのナチュラルに一番近いって言われてるようなものになって、で、あの、まあ、今もうトップのノバク・ジョコビッチもこれ一面で使ってた時期があるって出ましたね、そんな時期が、あ、縦横っていうらしいです、はい、へーっていうぐらいなん で僕 もう高校の時からこれ使ってて、僕もその時からハイブリッド貼ってたんですよ高校生というかハイブリッドすごいですよね。そうそうそう、あの僕当時プリンスのラケット使って緑色のグラファイトに、あの縦にメインにこのエクソの赤貼って、横にあのルキシロンのポリ、アルパワーラフを貼るっていうのをずっとやっててどうない組み合わせ、色すごくないですか、ね、そう、緑のラケットに赤貼って銀が貼るっていうクリスマスみたいなやつね、大阪のおばちゃんみたいなそう、なんかあの僕の好きな選手がそれをやってたっていう噂を聞いてそれでやってみました。で、あ、やってたんですか。らしいですらしいです、まあ、実際あんま多くあったんですけど、で、X1 で、まあ貼ってて、で、まあ、あのさっき石田コーチも言ってた、あのポリエステル切れちゃうなって方はポリエステル貼って、柔らかいって言ってましたけど、やっぱりポリエステルで硬さが気になるとかボールがうまく飛んでいかないって人もまあ一定数いるかなって思うの で、あとはやっぱり、まあ、学生でもまだちょっと体が出来上がってないとか、で、あと大人の方でもね、さっき、ね、深谷コーチの言ってたようにちょっと肘がとか気になる方、ポリエステルだと気になっちゃうなっていう方にも、まあ、あの片方ナイロンが挟んであるっていう貼り方でもいいと思いますし、もちろんもうナイロンずっといいなって方はもうこれ一面で全然いいと思うんで、いろんな使い方もできるかなっていうのがあると思うんで、やっぱりこうマルチフィラメントのものって結構打った球持ちはいいけどなんか飛びが悪いなっていうものも意外にあったりするん で、その中でも X1 ってしっかり球持つ中でも飛んでくれると本当にナチュラルに近しいような形でいけるかなと思うんで、あとはやっぱり、まあ、さっきも言いましたけど今日雪です雪の中テニスはなかなかないと思うんですけど、雨の中でも試合やったりとかするじゃないですか、もうやらされますからね、そうそうそう、はい、そういう時にもナチュラルだとああやばいなってなってもナイロンだったらまだ安心できるかなっていうのもあると思うんで、僕は結構 X1 は特にマルチの中ではおすすめです。色は赤ですか。色は、まあ、その時はね、あの高校の時全然気にしなかったからね色だけど、全然赤黒でナチュラルから白の色もいろいろあるんで、いろんな使い方はできるかなと思うんで、ぜひぜひ皆さん赤も試してみてください。じゃあこれに僕ぜひ赤言ったね、今聞いたからねそのうちやります、そのうち、はい、僕のそのうち怪しいんでね、ちょっとはい、じゃあまあ今ご自身の使ってるものについてね話しましたけど、これ使いたいなとか、これ使ってみたいなとか、なんか理想のものとかってなんかあります？ああ、石田コーチ。やっぱり使ってみたいと言ったらナチュラルガット。そして縦ナチュラル、横ポリのハイブリッド。はい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 。がいいですね。まあ、できればラケットはボックスフレームで。ボックスフレームで開けてその組み合わせが多分一番フェデラー張りじゃないですけど。はいはいはい。多分プロの方も結構縦ナチュラル横ポリの組み合わせが使ってる選手が多いと思うんで、その中でもやっぱり縦ナチュラル横アルパワーがいいですね。はい、あの一回打ったことあるんですけど、確かなんかラケットとボックスのラケットに縦ナチュラル横ポリ、ちょっとガット忘れましたけど、
そのやっぱ打感が忘れられないというか、まあ、もちろん打感もいいんですけど、やっぱスピン、まずスピンが他のポリとか比べ物なのかよりスピンかかるし収まる、あとボールのバウンドした後の伸びっていうのが他のガットにはないものがあって、これそりゃプロ使うよなと思って、もう本当にチート級の組み合わせだと思うんで、本当にこの、まあ、ある程度コストはかかりますけど絶対最高の技術は得られると思うんで動画もう本当にもう我々ね一般プレイヤーからしたら本当にもう技術、道具で全然技術カバーできる部分もあるんで、ぜひちょっと、はい、財布と相談していただいて使っていただけたらなと思います。はい、ってぐらいすごいです。はい、ふやこちどうですか。いや、僕もね、今フィールってボールフィールじゃないんですね。そうですね、フィール、はい、最近全然ナチュラル貼ってなかったから、でも昔もちろん貼ったこともあって、そこは縦横両方ナチュラルですね。あ、でも覚えてるのは、こうやっぱりこう打感と反発は全く別物なので、まあ、コストがね、コスト、まあ、でも多分ちょっと失礼かもしれないですけど、時代的に結構そナチュラル、タンパリっていう時代だったじゃないですか、多分その深いコーチの時代って。ハイブリッドじゃなかったから、なんかそんなにポリエステルとかまだ定着してる前とかかね、うん、なんか、まあ、結局好き嫌いだと思うんですけど、ナチュラル貼るんだったらもう縦横でいいっていう感覚、もうそのナチュラルの感覚を楽しみたいところがあって、他のもの入れずに、そう分かるんだけど、もちろんさっきのレブとポリツアープロを黄色とオレンジの、なんだこのラケットみたいな状態になって試したこともあるんですけど、まあ、でも許されるんだったらね、フィールをで上が細いやつ、いや、あとトニックタッチと、トニックと VS です。あ、昔の VS、 あ、じゃあ VSS でもちろん VS で貼って縦横、あ、どちらもでちょっと固めに貼りたい、あのナチュラルはちょっといつも自分が貼ってるよりちょっと1、2ポンド上げて、なんか機能多分別物なので、もう案外でも最近年取ってきて出力が出てこなくなってきてるので、ボールのそんなに切れないかなっていう感じもちょっとバンバンっていうのが少しポンポンってだんだん音がしなくなってきてるテニスが。まあでも変にあのナイロンのマルチフィラメント貼るよりナチュラルの方が丈夫な気がするんですよね。やっぱそれはよく言いますね、うん、なんかまあもちろんこれゲージナチュラル結構135って太いものもあるっていうのもありますけど、結構繊維的にもなんか強いなって思うんですよね、なんかスイナイロン。最近もう50超えましたけど、前はお腹いっぱいになるものってご飯食べ行くのそうだったけど、はい、最近はいいものちょこっとになってきてるんで、なんかねちょっと似てて、はい、今ね、この今日菅谷コーチが体調不良で来ないと急遽出てますけど、なんか喋り始めたら、あ、ちょっと貼ってみようかなと本当に、あの高いけど思ったより多分年取ってくるとやっぱいいものをねちょっと食べたいのと一緒で、なんかやっぱあの打感ね、もう僕はスライスもよく使うから、はい、あの反発をちょっと楽しみたいなっていう、乗ってさらに、そう明らかに、あ、この技術じゃなくてガットのおかげだなみたいなのがあって、あ、スライスの乗りは全然違いますよね、ナチュラル。だからちょっと貼ってみようって、例えばご飯行く時もちょっといいもの高くてもちょっといいもの行くし、 あるからガットも一緒だなと、安いからダメってことは全然ないけど、こっちも、はい、まあ、どこを取るかですよね、きっとね、まあ、僕もやっぱりナチュラルガットで、僕1回だけあのナチュラルガットメインに縦にナチュラルガット、横クロスにアルパワラフが、わあ、完全にフェデラーと一緒の、そう、高校の時に貼ったことあって、たまたま行ってる、その時行ってたショップの方に、なんかもう今もないんですけど、なんかヨネックスのハーフのナチュラルが特価で置いてあったんですよ、もう、はいはい、なんかもう廃盤かなんかで、これ安いからせっかくだったら今貼ってみたらって言われて、で貼ってみて、あ、これすごいなっていうのが、あれ話の下だと、ハイブリッドって、はい、ガットの特徴、縦が出るんですよ、横が出るんですよ、
あのハイブリッド、まあ、縦と横のストリング変えるっていうのは基本的に縦がメインがって言われるぐらい、やっぱ縦の特徴が出やすい、が出やすい、縦がまあイメージ7割ぐらい出るって言われてますね。で横は、横はまあ結構打感とかに左右されたりとかもしますけど、結構まあ縦が強めに性能が出るっていう感覚ですね。なんで僕もやっぱりそうね、フェデラー張りって言ったりするぐらいだったんで、やっぱ縦メインにナチュラル貼って、横にも同じようにアルパワーラフ貼ってっていうのが一回やってみたけど、やっぱりあこれすごいなって思って、まあやっぱり経済的にそれは持たないなっていうので、ね、やっぱりあと2週間に1回変えますからね、うん、でやっぱりこうで、さらにちょうど今天気あのね、雨か雪とかね降ってますけど、今雪降ってますでやっぱそういう天候とかには、まあ今だんだんちょっとの雨じゃプレーはできるようになってきたって言いますけど、やっぱりこう、まあ、良くはないので、ね、やっぱりこうそういう管理とかも大変だなっていうのがあって、なかなか現実には晴れてないですけど、僕も知り合いの選手に、あの打ち方的にも縦ナチュラルにしたらいいんじゃないってそう言われたこともあるけど、まあなかなか簡単にはいかないなっていうのが、今過去があります。そうですね、なんかその話してたからね、あの年始 の、 あの Vlog のねとこで、あの年1月1日から佐藤翔吾選手と練習して、その時にも言われました、あの縦ナチュラルにしろってただ向こうも今天気悪くて、どうなのかなで彼ナチュラル張っててみたいな、どうなのかな、どうなのかなみたいな話を、ね、X で上がってましたね。そうだから結構、まあ、やっぱ理想は張りたい、あっていうのはあります、ね、張る場合はハイブリッドにするんですよ。そうですね、でもやっぱ1回人生で1回は試した方がいいなって、その深いコーチにさ、縦横両方ナチュラルって、あまだやったことないんですよ。縦横はない、その時もあのハーフのあのガットだったんですよ。なんで半分、縦分横分片方だけだったんで、そっちのガットはなんか、まあ、フェデラーはハイブリッドにしてますけど、うん、なんか僕の感覚でいくとハイブリッドにするのがちょっともったいない感じがあって、あもういいものをそのまんまみたいな、そのまんまやっちゃえばいいんだよ。今いないんですかね選手、あんまり聞かない気がします、ね、ハイブリッドがもう圧倒的に多いですね。多いです、ハイブリッドかもうポリエステル、同じものポリでね、場合によってはでもなんかあのポリエステル、同じポリエステルで、あのゲージ違い、太さ違いのハイブリッドの選手もいれば、ポリエステル同士のハイブリッドとかも最近は、最近僕もやりましたけど、ポリのハイブリッドやりましたけど、ルネックスの使ってる選手結構縦横、まあそれこそキャスパールード選手なんかは縦ポリツアースピン、横ポリツアープロだったり、うん、っていうのを、それをなんだろう、ヨネックスのポリポリのバットでハイブリッドしてる選手はなんかよく、まあ、全豪オープンでもちょいちょい見かけましたね。はい、増えてるんですかね。結構もう多いですよね。やっぱ縦でそのスピン系の感じを出して、横にちょっと柔らかめのポリエステル貼ってとか。僕の感覚からハイブリッドの流れが来たおかげでより悩むようになった。これを試してみよう。縦と横を変えてみたらどうなるんだろうとかやってるうちに、どんどんジプシー生活が長くなる、あのその沼にはまって、そうそうそう決まらないって、ホームが決まらないみたいな。そうです。でもやってたから、ね、レブかなと思ったけど、今ナチュラルの話が出てくると、ナチュラルいいんじゃないかでも日本か、まあ1ヶ月後とか、まあ、なかなかな長くがっていう。でもまあナチュラルのガットってね、あのテンションの性能の維持は強いですからね、一番、うん、もうポリエステルがまあ正直一番弱いじゃないですか、性能維持っていう意味では。性能はね、切断耐久は強いけど、でまあその次にナイロンのものになってって、まだ結局何を取るかなんですよね、うん、結局やっぱすぐもうナイロン貼ってて切れちゃうって人は結構ポリに行くのはね、まあ、多い、不安になるからね、プレイしてて、うん、切れるとか。でもなんか変にナイロンのものずっと貼ってるとかだったら、もう本当にナチュラル貼っちゃった方がね、絶対そのさっきもね石田コーチ言ってましたけど、はい、テニスが絶対良くなるもんね。絶対良くなります。道具に頼るってね。絶対違うよね。頼った方がいい。なんか違うよね。なんかって言っちゃいけないけど、なんか違う。はい。なかなか違う。そう、直接こう手に伝わるものなので、絶対変えた方がいいと思います。
ラケット以上にね、そのストリングの張り替え、ガットの張り替えはね、した方がいいもんね。した方がいいです。ラケットの性能ももろに出してくれるはずなんで。はい、まあ、今すごいこう皆さん道具へのこだわりなんかもね、プロの選手の例に挙げてこう話してたんですけど、ラケットのちょっとガットから逸れてしまうんですけど、はい、こだわりっていうのなんかあります？ラケット、はい、え、そういう石田コーチは？僕からですか。僕は極力、まあ、重り張ったりとかはしてないんですけど、グリップがちょっと剥がしますね全然これちょっと巻き替えようと思ったんで、グリップのサイズがちょっと、うわ、これレザー使ってるんだ。レザー使ってるんですけど、ここにもポイントがあって、ほんとここだけです。ここだけ、はい、グリップサイズ2なんですけど、若干太いです。若干普通のオーバーグリップの上にさらにレザーを巻いて太くしてます。もうなんか3なのか4なのか分かるんですけど、これの下に、はい、いわゆるオーバーグリップテープを巻いてるんだよ。ただ元のウレタンの上にまずオーバーグリップ、はいはい、オーバーグリップ、これ見ます見ます見ます、すごい。それ外しちゃったらもうそれ巻くのね。あ、これ巻き替えて大丈夫です。これ元グリなんですけど、映ってるかな元グリの上にレザー巻いちゃってます。はい、なんで既製品よりかなり太くなってます、グリップは。で、そこからオーバーグリップを巻くっていう、はい、なんとなくです。これも本当にここ数ヶ月です。なんかグリップ太くしてみたらなんか変わるのかな、なんか細いなっていうのはずっと感じてたんですよ、グリップが。で、なんか太い方がなんか楽にボール飛ばせるのかなと思って、一回こうちょっとやってみたらハマりました、はい。まあ、これ若干バランスとかも変わっちゃう部分、まあ、レザーにしてる分ちょっと手元にはいくんですけども、まあ、それもあってすごいいい感触で今はテニスができてます。ぜひ試してみてください。巻き替えるなら巻かなくていい。あ、そうですね、そうですね、これちょっと巻き替えようと思ってた、はい、うん、なんかそのラケットの決め手とか、その今このグリップのこだわり言ったけど、ラケットの決め手はやっぱりある程度弾いてくれるのは大事ですね。ボールの飛びというか、持ちすぎてもやっぱり無理にこう腕の力でやってしまうんで、まずはボール飛んでくれるってまず大事で、飛びすぎも良くなくて、飛びすぎちゃうと逆にラケット振れなくなっちゃうんで、ある程度こう自分のスイングでこうカバーするっていうのが大事なので、まあ、しんどくはなんですけど、多少振っていかなきゃいけないラケットっていうのは矛盾してますけど、いろいろはい、っていうので、これラケットが一番ちょうどよかったですね。ちょうどよかった。以前 E ゾーン使ってたんですけど、 E ゾーンの98を使ってて、でやっぱりこうちょっと飛びすぎちゃうなっていうのと、まあ、あとは、まあ、98なんで若干オフセンターになるとしんどさもあったんで、で一回これを使ってすごい、まずぶっ飛ぶなって印象だったんですけど、これもでも、まあ、ガットとかもいろいろ調節して一番こういい状態を見つけたんで、でそこから一旦チラッとですよ、 E ゾーンの100にしたんですよ、チラッと。ただ E ゾーンの100だと持ちすぎがすごい気になって、もちろんいいボール行くんですけど、なんかこう持ってる感触が長すぎてやっぱ嫌だなと思って、これに変えたらやっぱこいつでしたっていうので、今使ってるのがプリンスのファントムの100、オースリーもね実は使ってたんですよただあれはもちろん振り抜きはいいんですけど、ガットが動きすぎてなんか打った感触が感じれなかったので、うん、あとボールの伸びもどっちかというとこっちの方が良かったのかなっていうのがあったので、はい、いろいろ行ってトレーニング落ち着きました、ね、はい、はい、ありがとうございます。深谷コーチいかがですか？僕はですね、今プリンスのツアーを使ってるんですけど、これ100インチの100、はいはいはい、見てください。重さはいくつですか？いくつだっけな、ちょっと重いやつ310、そうで、
グリップの話になりましたけど、僕も実はもともとレザーを巻いて、あの元グリ外してレザーにして、でその上にオーバーグリップテープを巻いてたんだけど、実は最近変えてクッション製の元グリにして今オーバーを巻いてるんだけど、今はそっちの方が好きで、ちょっとこうシュッてこうで、ラケットのことを言うと、やっぱフレームは今はこの100ぐらい、これより大きくなるとちょっとスイングのイメージがちょっとスイングバランス、あとこう手に持った時のここがあんまり細いのが好きじゃないんですよ、これがちょうどいいっていう、こう持った時のだなんか特に片手だからここ持つ頻度多いですよね。あ、多い、ここです、ここすごく、確かにボレーも、ボレーも触るんですよ、片手で、ストロークからもだって片手だからそこ持ってで、やっぱちょっとね、これはまあちょっとボックス系、やっぱボックス系が好きで、打感で、で一時期ずっとこう二十歳の頃からプリンスさんに契約させてもらってて、まあ数年前にちょっとその契約が終わって自由なんですけど、他のラケットを試したんですけど、結局プリンスを使ってるって何が言いたいかっていうと、三つ子の魂100までがやっぱちょっとあって、もう何十年か使っちゃってると、やっぱそのメーカーさんの出してる打感、まあ、ラケット種類いっぱいありますけど、うん、そうなっちゃうんだ、一回、ね、他の他メーカーさんの使って、今度ラケット変えてみようと思って使ったんだけど、今もうどれ使っても大丈夫なんですけど、でもやっぱプリンスさんのラケットの打感が、まあ、ウガードツアーのもの打感が好きで、まあ、あと強いて言うとバボラのフィアドラの打感はなんかまた、あ、人気があるのが分かるなっていう、あの打感もね、なんかウーハーシステムでしたっけ、グロメットの特集、はい、まあでもやっぱずっと使い続けてもう染み込んじゃってるプリンスのラケットになってしまってるっていう、だからそうすれば選ぶのはやっぱプリンスさんの中からなっちゃうっていう、契約があろうがなかろうが、プリンスの愛が愛というよりもなんかやっぱそのさ、一回体に染み込んじゃったみたいな、染み込んそう、ダンロップのなんか硬そうなのいいなと思って使って、うん、最初は良かったんだけど、あれってなって、うん、でやっぱ使って、あ、これこっちなんだ、もうしょうがないんだ、食べ慣れてるものと一緒で食べ物に置き換えるとです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、僕はなんか一人仲間だぜみたいになるんですけど、僕ヘッドのプレステージツアーっていうモデルを使っていて、で、僕、まあしばらくはもうここ4世代ぐらいはずっとプレステージ使ってて、で僕その前は実は僕プリンス使ってたんですよ。僕当時だって、今もモデルとしては多分ファントムになったかな、その EX-O3 ツアーっていうモデルと、グラファイトの O3 になって、グラファイトも僕使ってる時期があって、基本的にフレームが薄くて100インチのモデルが好きだったんですよ、結構その使ってた、それを使ってたってことは、いわゆる O3 の、はい、プリンスさんの特徴のこのここの横とか、ここのが大きな穴がりを直接グロメット通したりみたいな形になってて、でそこの感触でやっぱスイートスポット広いんですよね、それで、うん、で振った感じもすごい良くて、100インチなのにすごい振り抜きいいなって思ってて、でそれがすごい好きで、でその、まあ、100インチでちょっと薄めで重さもある程度あるなっていうモデルずっと使ってて、で僕もその高校2年生の時にその O3 のグラファイトを使って、でその時に元がレザーだったんですよ、その初めから、でそれから、あ、レザーっていいなと思って、その時からもう毎回クッション性のあるグリップになってても、もう剥がしてレザーにするっていう習慣、表現で言うとレザーは硬いですよね、硬いですよね、はい、だからもうまんまですよね、硬、うん、い感じがね、だけどクッションない変にないから、逆にその手に変に力まなくていいかなって、手でね、うん、自分で何かできるっていう、そう直接的にいけるなっていう、クッションの方が何か頼る部分があるな、うん、あるんで、あとはやっぱここの、まあ、各メーカーさんいろんなちょっとだけグリップの形違いますけど、ここの角張ってる部分がちゃんと伝わるなって、でどこ握ってるかはっきり分かるなっていうのがあるんで、僕もレザーにしてて、僕いつかの動画でも言いましたけど、僕の中にグリップの減衰剤入れてるんで、何が入れてる、グリップの振動の減衰剤を、
減衰剤って何？フラックスっていう。フラックスって何？なんかあの朝の一種なんですね。朝を減衰ですか。あの、はい、あ、まあ、なるほど。あの専門家から。そうそう専門家。そう。今結構バーボラのラケットにもが入り始めたんですよ。朝のや素材が。ね、あのまあ変に振動がなくなるっていうよりは変な雑振動がちょっと減るなっていうなくさ、はい、あ分かる雑振動は分かるなんかね、うん、なんか分かる、はい、でだからそういうのが減ってやっぱりもう僕らの仕事ってボール出したりもそうだし研究したりもそうだしで打球数って絶対的に多いん でそれを使ってから変な硬さがなくなったなっていうのがあって僕ずっとそれから愛用させていただいてっていうぐらいですね。僕グリップサイズ3番にちょっと前から買い始めて2で3番の方がちょっと握った感じが安定するなっていうのが多かったので、で僕は3番にしてる。でプリンスから多分僕20前半まではプリンス使ってて、でそれからまあヘッドに変わったっていう感じですね。なるほど、はい、なんか縁があって縁があってまあ、好きな選手にも縁があって。そうですね。僕の好きな選手が、はい、プレステージに変わって。どうなった？僕が好きなのは、あの何回も言ってますけど、僕、関口周一選手。あ、引退しちゃいましたけど、ちょっと前に。で、ちょうどモチベーション落ちてる時に変わったのを見て、で、あのもうパッて買いました。で、僕はずっと、それからずっとプレステージのシリーズで使ってます。やっぱりこうラケット自体前からその言ったその薄めが好きだったんで、僕今これ僕の使ってる歴代の中で結構熱くなった方なんですよ。その時プリンス使ってる時なんか結構だいぶ18mm、20mm、18mm とかでだいぶめちゃくちゃ薄かったんで、これ今 22mm で全部統一されてるフレームの厚さなんですけど、でやっぱりその中でもこれ今面が95インチでやっぱ振り抜きの良さもありつつで、これはのボックスってちょっとフレームの四角い部分と、まあ、三角形ちょっと丸い身が帯びてる部分と両方あるフレームなん でやっぱりこうなんかプレステージ使ってるっていうとなんか全然ボール飛ばないって感じはあるんですけど、プレステージの中ではまだボールも飛んでくれるし、でここのガットのパターン僕細かいのがすごい苦手なんで18、20とかのガットが僕全然使えないんで、だから僕これ16、19でまだプレステージの中では粗いストリングパターンで、僕やっぱパターンは基本的にちょっと粗めが好きなの でだけどやっぱり振り抜きの良さも欲しい。でもヘッドってあるじゃん、結構細かいのありますよね。細かいの多いですね。グルメとかだ、はい、18、20とかありますけど、うん、僕18、20はもう全然ボールより飛ばなくなっちゃうんで、面圧がね高くなるから。そうですね。なんで僕はもう16、19でやっぱプレステージやっぱボールコントロールをしやすい一番はっていうのがあるし、まあ、ミスしたらすぐ分かるなっていうのが、もちろん助けてくれるラケットの方がもちろん試合とかでもいいで正直いいと思うんですけど、やっぱりここであミスしたなっていうのがすごい分かるなっていうラケットでもあるんで、でもそれからずっとプレステージから離れられてないですね。何回か離れようとしてプレステージヘッドのシリーズいろいろ使った時期もあるんですけど、使ってましたね、ほぼ使ってましたね使いました。もうほぼエクストリーム回転系のラケットでラジカルのバランスいいものでグラビティってすごいしなりがあって柔らかいものを使ったんですけど、結局戻ってきちゃったみたいな形で、パワーがあるのが他のラケットだと思うんですけど、結局このボックスで、やっぱりプレステージとしてはやっぱこうね、昔からあるここのフルキャップグロメットがあるから、ここの重さがすごいあってブレないんですよね、ラケットが打った感じがっていうので、もう僕はずっとプリンスから離れてからはプレステージ硬そう。これ見てもグロメットパターンが細かいから、プリンスに比べるとそうですね。ちょっと細かいね。ちょっとだけ。一つ多いんだね、だからなんかね。そうですね。はい、16、18かな、プリンス。え、これで何ポンドで貼ってるの？僕47、40。だよね、はい。これでちょっとテンション上げちゃうと、鉄板のような。僕も一時期44、42とかで貼ってたんですけど、ちょっと今変えてみてて。ちょっと柔らかめにあってもこのグロメットパターンだとやっぱ硬く感じる。うん、でもやっぱ難しいね。プレステージって
しっかり芯で捉えた時はむちゃくちゃ柔らかい、とんでもないボールいくんで、うん、そうですね、それを一回感じちゃうとやっぱいいなってなるっていうか、ボックスでも使いたいですもん、うん、ただナチュラル入りたいですね、そんだけはそこにあれでしょ、ガットの特徴の要素が入ってくるから、はい、そしたらもう打感に関しては最適解が分かんないからボックスフレームのねやつが一番いいですよ、うん、いつかラケットについてだけの動画も出して、いや、それもさ、ラケットークみたいなのもちょっと行きたいですよ。でも、結局、ラケットークでもガットークでも、あの、一つだから、はい、結局多分、ラケットの話なのにガットに行くし、あったりグリップに行くし、あの、トータルの話絶対になっちゃうから、そう、レザーなんだとかなるし、そう、もう話したら多分、止まんないです。結果もう道具は大事、結局これ一つだしね、うん、だからグリップも大事、ガットも大事だし、ラケットも大事だし、はい、結局ボールに触るのはストリングでもあり、手に触るのはグリップでもあるし、ラケットなんで、うん、繋いでくれてますからね、ボールとの距離は、うん、はい、なんでやっぱ道具はこだわった方がいい、まあ、それもあるファッションの一個じゃないけどね、はい、それも楽しむ要素でもあると思いますからね、はい、ぜひ皆さんの、まあね、今回ガットにフォーカスした動画でもありますけど、ね、ガットだけじゃなくてラケット、まあ、道具全般、グリップもね、今我々の話題で上がりましたけど、ね、そういうものもね、いろいろこだわってやっていただければいいかなと思いますんで、ね、はいはい、ぜひ皆さん道具は大切に使ってみてください、はい、はい、ということで本日の動画は以上になりますね、はい、皆さん次回の動画でまたお会いしましょう、さようなら。ちょっと違う、言い場所が違う賞味期限24時間なんで、使用期限でもやっぱ結論から言うとさ、一つだよね、一つですね、まあ、ガットの切り口でやっぱ結局いろんなとこ行っちゃう、ね、グリップから始まって、いやガットどうなのってなるから、ね、いやそうですね、結局そうなる、じゃあここも出てくるしね、心臓止めだしね、心臓止め、振動なんか止めてないのに、はい、その音が好きか嫌いかだけど、はい、あったこれ僕振動止めも死ねしてないね。死ねつけてないです、ね。してない。俺するタイプだよ。カーンカーンがダメで。関口チームのカーンカーンで、ね、そうしてないよ、ね。してないしてないです。いやこれもだから好き嫌いでね。振動止めつけるとなんかガットが動いてないくれない印象がある。時間が喋ったらやばいですね。時間がない。これありがとうございました。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 楽しかったです。楽しいですね。このこういう喋りの動画って。これ。